宇宙食を食べてみる。週刊朝日の後ろの方のグラビアページにお散歩レストランという企画ものがあるのをご存知ですね。2005年7月15日号のその企画で宇宙食が取り上げられたのを覚えていますか？宇宙食。ロケットに乗って宇宙に行くときにロケットの中で食べるのが宇宙食。旅行に行くときに列車の中で食べるのが駅弁。羽田空港で売っているのが空弁。そういう考えで行くとロケ弁ということになるのかな。野口聡一さんが乗るディスカバリー、2005年7月26日打ち上げに多分持っていくであろう宇宙食の数々が江東区にある日本科学未来館で売っているというのだ。例えばどんな宇宙食を売っているかというと、たこ焼き、大学芋、エビグラタン、ライスケーキ、お餅、アイスクリームなどなど意外なものばかり。へえ、どんな風に作ってあるのだろう。へえ、いくらぐらいするのだろう。へえ、とにもかくにも食べてみたいと誰もが思ったに違いない。僕なんか記事を読んだ瞬間、100へえぐらいの鼻息になって全速力で走っていって買って帰って食べてみました。で、どんなものだった？どんな味だった？ちゃんとしたものだった？特にたこ焼きなんかどんなだった？と一膝も二膝も乗り出してきた読者諸子の姿が目に見えるようだ。簡単には教えたくないな。うんとじらしたいな。ロケットの中の食事というと、大抵の人は歯磨きのチューブみたいなものに入っているものを想像しますよね。全然違います。それから無重力で空中に浮遊している液状のものをパクリとやるシーンを思い出したりしますよね。まるっきり違います。何しろたこ焼きが宇宙食になっているんですよ。大学芋が宇宙食化してるんですよ。一体どんな形状になっているのか。ヒントはですね、たこ焼きを例にとるとフリーズドライです。乾燥食品です。アルミパックに入っています。アルミパックの大きさははがきよりやや大です。1パックに4個入っています。1個の重さは 5g です。値段は500円です。話は変わりますが、食事にはマナーがつきものです。西洋のマナーだとスープは音を立ててはいけない、姿勢は正しく、お皿を持ち上げたりしてはいけないなどなどあり、日本だと背をまっすぐに、ねぶり箸はいけない、食べてすぐ横になると牛になるなど、まだいろいろあります。当然宇宙食には宇宙食のマナーがなければいけない。え？そんなことはどうでもいいから、宇宙食のたこ焼きはどんなものなのか早く言え、ですって？もう少しじらしたいな。宇宙旅行はこれからますます身近なものになっていく。日本で宇宙旅行をした人はたくさんいるが、女性では向井さん、民間人ではTBS の社員だった秋山さんがいる。アメリカ人の民間人のなんとかさんは20億円だか30億円だか出してロケットに乗せてもらうことになっている。それぐらい身近なものになっているわけだから、そろそろ宇宙食のマナーを確立しておく必要がある。何しろ空中に浮いたまま食べるわけだから、姿勢はどうなるのか。逆さでもいいのか、寝食いでもいいのか。たこ焼きのアルミパックを今破りました。開封後そのまま食べてくださいと書いてあって、ソースはない。表面はカサカサに乾いていて、 5g だから紙くずのように軽い。1個の大きさは普通のたこ焼きと同じ。
表面のゴツゴツ、ところどころの焦げ目、キャベツらしき緑色、紅生姜らしき赤が点々としていて、本物と見まがうばかりの出来栄えだ。カリリ、そういう噛み応え。割ると、中にちゃんとタコらしき塊があり、それを噛みしめると、ちゃんとタコの味とタコの噛み応えがある。乾いてはいるが、紛れもないたこ焼きだ。ビールに合いそうだ。大学芋もフリーズドライ製品。本物の大学芋と同じ大きさのものが5個入って、これまた見た目は大学芋そのもの。これもカリリの歯触りで、大学芋の匂いがし、大学芋の味がし、周りの飴の部分も大学芋の飴の味がする。エビグラタンはお弁当用のギザギザ紙コップに入っていて、エビの背模様もはっきりとわかり、ちゃんとエビの味がし、エビのソースの味がして、これで乾燥さえしていなければエビグラタンそのものだ。アイスクリームもフリーズドライなので当然冷たくないが、ちゃんといちごアイスの味がするから奇妙だ。落雁のような形状でパキパキと折って食べる。お餅が唯一水で戻す方式。カチカチに乾燥している一枚を水に入れると1秒で餅になる。本物と同じように伸び、粘りも本物そのものだ。きな粉で食べる。餅以外はどれも味が濃く、塩気もきつい。宇宙では塩分が地上より余計に必要なのだろうか。